水糖は水糖、帯状疱疹ウイルスの感染による感染症の一種。水糖の糖は病と豆の合わせ字で体に豆のようなものができる病気を指す。一般に水疱瘡としても知られている。英語ではチキンポックスやベラセラと呼ばれる。水糖は感染症法の第5類感染症に指定されており、学校保健安全法による 第二類学校感染症に分類されている。季節的には、毎年12から7月に多く8から11月には減少し、罹患年齢の多くは9歳以下。水糖ウイルスの自然宿主は人のみであるが、世界中に分布している。一度かかると二度とかからないと一般に言われているものの、抗体が消えれば再発症する可能性は高く、再発症の例もたびたび報告されている。 治癒後も、神経節に水、水糖、帯状疱疹ウイルスは潜伏しており、免疫低下時や疲労、ストレス時に再活性化し、帯状疱疹を発症する。ヘルペスウイルスかの水糖、帯状疱疹ウイルスの初感染による。感染経路は、主に飛沫核感染と多彩で、水泡液の接触感染もある。非常に強い感染力を持ち、免疫がない人が感染すると発症し、 病院などでは、同一フロアにいるだけで、軽度の接触とみなす。より専門的には、ウイルスを含有するしぶきもしくは、飛沫核による空気感染、上気道、下気道が、ウイルスの排出、侵入、または接触のため感染すると言われる。かさぶた側になっていない、皮膚症状からの接触感染、体重方針の人からの接触感染や、飛沫感染もある。 なお、ウイルスの大きさは150から200ナノメートルで、患者が排出したウイルスは、塵や、ほこりや水の粒と共に室内を飛散し、一定以上の数を鼻や喉から吸い込めば、患者に触らなくても感染する。潜伏期は2週間程度で、全身に直径3から5ミリメートル程度の球診が出現する。 成人は発信出現以前に1から2日の発熱と全身倦怠感を伴うことがある。発信は一斉にではなく、数日かけて続々と出現する。一つの発信は、急進水泡脳方かさぶた側の順に変化し、治癒する。様々な段階の発信が混在するのが特徴で、これらのすべてがかさぶた側になった時に治癒したとみなす。発信の出現は、 発病から3日目頃がピーク。7日程度でかさぶた側になって治癒するが、神経に潜伏感染したまま残るため、ウイルスを駆除するのは不可能である。水筒は体が温まると、かゆみが増すため、暖房や厚着をする際には気をつける必要がある。発熱は全く見られない場合や、39摂氏40度に達する高熱が出ることもあるなど、様々である。 アトピー性皮膚炎患者では、皮脂が重症になりやすく、ステロイド療法中の患者や妊婦、新生児など免疫系の働きが変化している患者、悪性腫瘍に対して、化学療法で治療中の患者やエイズ患者など、CD4 が落ちた免疫不全患者では、重症になりやすい。成人の患者では、間質性肺炎の合併が見られることがあり、皮脂も害して重症である。 また、妊婦が妊娠初期に感染すると2、2%程度の胎児に、先天性水頭症候群として、低体重出生死肢の形成不全、皮膚反根、部分的筋肉萎縮脳炎、小頭症、白内症などの症状が、出産後の乳児に現れる。水頭に罹患した場合は、小児科医などの専門医による早期治療が望まれる。治療として、 抗ウイルス薬であるアシクロビル、バラシクロビル、ファムシクロビルなどの内服や、静脈注射を行うが、妊婦には、抗ウイルス薬は用いない。かゆみに対する対象療法として、フェノールアエンカリニメントや、抗ヒスタミン薬が処方される。発熱している場合は、アスピリンの使用は避ける。水ぶくれが壊れたら、抗菌剤入りの軟膏で二次感染を防ぐ。また、可能がなければ、 ドレッシング剤で覆うことにより、湿潤療法を維持することで、跡が残りにくくなるので、専門医に相談する。なおか脳下部位に湿潤治療を行うと、非常に悪化するので注意が必要である。成人になってから初感染すると、脳炎や肺炎の合併症が多く危険な場合があり、早期治療が重要である。水筒は、美容上大きな問題を残す場合がある。 水ぶくれを壊したり、かさぶたを無理に取ったり、可能させると傷の深さにより、皮膚がうまく再生されずに、跡が残る場合がある。跡が残らないようしたい場合は、発病の初期に、皮膚科を受診して、医師から注意を受けることが重要である。ただし、水泡は伝染病であるため、外来で訪れる場合は、他の患者に感染を広めないよう、あらかじめ受診の方法などを、必ず相談する。 水放送の後を美容外科で修正するのは、傷跡が主観的な要素がむしろ大きいため直せない場合もある。治療法としては、サイドメス等で傷跡の上を削り、皮膚を湿潤療法により自然に再形成させる方法で1.2ヶ月で治癒する。しかし、罹患しないための水痘ワクチンの注射が美容的観点からも結局は安くて有効である。 水筒ワクチン、体上方針ワクチン水筒、体上方針ワクチンの予防接種が唯一の予防法である。日本でも2014年10月1日から定期接種となった。1歳になったらなるべく早く1回目を接種し、その6から12ヶ月後に2回目を接種することが推奨される。なお、2015年5月には定期接種下により、小児の入院事例が 過去10年で最も少なかったことが報告されている。ただし、すでに水筒に罹患したことがある場合は、対象外。任意接種として、すでに水筒ワクチンの接種を受けたことがある場合は、すでに接種した回数分の接種を受けたものとみなす。水筒患者と接触してしまった後でも、72時間以内にワクチン接種することで、発症の予防、または、 症状の軽減が期待できる。家族内で水筒の患者に接触してしまった乳児や免疫不全患者、悪性腫瘍の化学療法を行う病棟での院内発症の際などには患者と接触したものに予防的にアシクロビルを投与することがある。接触の7から9日後に内服を開始し7日間継続する。宮崎県内の医療機関が1997から2006年に いった48,388例に対する調査では8月に多く冬は少なく体調方針と水筒の流行は逆の関係にあった。この現象は20から40歳代の子育て世代に顕著なため水筒の子供と接したことによるブースター効果が働いたと考えられている。ありがとうございます。